川崎っていい若手選手がいますけど、どんな感じですか。いい選手が毎年入ってくるからね。すごいですよね。嫌だよね、もう。しかも結構1年目とかから出るじゃないですか。ああ、出る人は出るね。もう出てたやつらはやっぱ今も上突き抜けちゃってるしさ、うん、ああいう今すごい上行ってるやつらがいた時はやっぱ勢いすごかった、うん、数試合で自信つかんでもう気づいたら主力になってるみたいな、うん、あれつい何ヶ月か前までメンバーがやったのにみたいな感じだったかな。もう1回チャンスつかんじゃったら自信つけちゃったらもうそっから手つけらんないみたいな感じだった、うん、それはそういう環境づくりはできてるってことですか。いやどうなんだろうね、うん、まあでもそいつのあれじゃない力じゃないと思うけど、環境、まあ、環境もあったと思うけど、まあ、周りもなんかそういう空気を作り出すっていうのもあるんですよね、うん、そういう厳しい中で、まあ ベテランがやっぱすごかったからね。ベテランの人たちが。川崎と鹿島の違いは何ですか。違いなんだろうね、むずいなその質問。サッカー的に今はちょっと違う。そうそう、サッカー的に違うから。違いは何だろうね、熱量じゃない、分かんないけど、強度、まあ、あでも川崎の強度高いからな、持ち味が。あそう、違う、チームが持ってるスタイルが違うから、なんかこれといってもう違うって言われたらもうそれが違うもん、ね、もうパスサッカーっていうか、こうなんか難しい。チームカラーとかも全然違うからさ。